そろそろバレンタインの準備しなくちゃね。そっか、もうすぐだよね。あゆむちゃんはチョコ作るの？うん、あの子にあげるつもりなの。味とか形とか自分で納得できるものにしたいし、手作りにしようかなって。うんうん、いいと思う。あゆむちゃんってお菓子作るの上手だもんね。たまに部活の後におやつくれるでしょ。すっごく嬉しくて部活の疲れが吹き飛んじゃうんだ。本当？嬉しいな。お菓子って作るの難しそうだけど、何か美味しく作るコツってあるの？そうだな、まずは分量とか手順とかレシピ通りにきっちり作ることかな。面倒だと思っても手間を惜しまない方が美味しくできると思う。なるほど、適当にやったらダメってことだね。あはは、耳が痛いな。あとは、あとは愛情をたっぷり込めること。おお、だからあゆむちゃんの作るお菓子は美味しいんだ。気持ちってお菓子にも込められると思うんだ。作りながらその人のことを思い浮かべて。私もあゆむちゃんの愛情欲しいな。いいよ、明日の練習お菓子を作って持ってくるね。いいの？もちろん。ほのかちゃん、私の気持ちをたくさん味わってね。